前回、足利忠義の死によって、競技の観音の上乱が終結となっておりまして、観音の上乱に関心のある人は、基本的にここで話が大体終わっちゃうんですよね。で、あとは、つけたりみたいなもんで、例えば、亀田さんの観音の上乱では、大体この後の,あの天皇の将兵と大体2ページで済んでいて、で私の戦乱と政変の室町時代も2ページで終わっていて、ただし、あの、まあ、 元はこんな一冊と12ページ程度の中の2ページですから、その辺はまあ興味関心の <laughs> 違いということで、観音の上覧、私にとってはここからが実は観音の上覧の本,本筋じゃないかとなるわけですけども、まあ割合世の中、足利高氏大好き人多いと、忠義最近めちゃめちゃ人気がある、諸直最近結構評,価評判がいい、五代五天皇大好きな人が多い、えー、楠沼さんが好きな人が多い、黄金天皇誰やそれというような感じなんですね。 その,観音の上乱なんですけども、この薩田峠の戦い、これが忠義の最後の戦いになって、で鎌倉で終わると。で、この後なんですね、しばらく高氏は、えー、こちらの関東の方にいることになります。この関東。で、そこから石浜の方に陣を敷いてると。で、それに対して南朝は京都、それからあの笛吹峠、千奈野からこう出てきた、こういう軍勢で。 それからあの、こちらから川橋当時に入って、ここからこう攻めて上がってくると、こういう形で、両面からえ攻撃をかけてくると、こういうところからですね、これが将平の一党の破綻です。まず、1352年2月、将平の一党の結果、京都に入ってきた南朝サイド、こ村上も安納から京都にいる当時の本院である皇后に対して、歴代の楽器の引き渡しの要求、これから話が、はい、始まってきます。 そうこうしているうちに、五、えー、村上は、えー、あの出,出発して、岩新八幡宮に到着したという報告も入ってくると。まあ、登場を経て、河内登場を経て、八幡に入ってきたんですね。急に事態が動き出していると。で、南朝はまだ足利尊氏の聖体将軍を罷免し、宗義親王を聖体将軍にすると。そういったことを決めておいてから、義明と交渉するんですけども、 シンポジトの部人権の引き渡しを吉明に要求するなど、まあこれ、幕府権力の制約をやってくるんですけども、まあこういったいろんな行動について、吉明はまず基本的には情報、譲歩、譲歩、譲歩。ただ、これどうも、あのこ,この辺りの中は結構揉めていて、で、うるう2月、南朝は突如、京都に攻め込んできます。 吉しあは逃亡するんですけども、この時に吉明、吉しあはあかんなあ、あほやなあという声も結構あるんですね。吉しあの評価を下げてるのは、多分この辺であっさり京都を奪還されたということと、その時に三条項を結局ほったらかしていっちゃったということもあって、吉しあの評価っつうのはどうしても高くならない。というところなんですけども、まあこれに関しては、 えー、例えば、亀田さんは、えーまああ、南朝が一方的に悪いんだと。繰り返すが、南朝があの一方的に和議をはは破断したんだというふうな話をして、まあ、それはそうなんですね。あの、義明と南朝の話で言うと、そ蔦南朝があの一方的にやったんで、まあ、義明の方は、まあ、仕方がない。そういうリソースを避けるかという話もありますからね。問題は、黄金、光明、素行、彼らをほったらかしていっちゃったと。 いうことであってこれ、あのちゃんとあらかじめ逃げるときになあの、自分が万が一負けるとはなんか、まあいろいろ難しいですけどね。高寺の方、北畠近くさん作戦っていうのは割合はっきりしてまして、京都、それから関東、これのメ面作戦ですね。 で京都は制圧したと。で次は関東で日手義雄、北条時記それから忠義派であった上杉紀明、信濃では宗義親王、大津では北仏が喜信これらが一斉にこの京都制圧と同時に、神津の国から日手義雄、それから北条時記はどこに行ったか分からない北条時記この義雄と時記の、それから上杉憲明、彼らが合同して戦うと。さらに、えー、宗義親王と合流して。 で王手では北部で明信が挙兵して、で後ろから幕府をつく。ところが、まあ、明信は結局来なかったんですけども、この義時、時行、えー、範明、宗信の、えー、彼らは、こもこも高氏と交戦してことごとく敗戦していくと。で、まあ、よく言われるのは高氏の突然の覚醒といいますか、高氏が突如、まあ、目,目覚めたといいますか、そういうような感じ。 ってくね、その結果近藤の構想は完全に破綻してしもて高氏によって、まあ、室町幕府の体制が確立し始めたということが言われています。東北の方では高氏が、まあ、あの無双の戦いをして頑張ったんですけども問題は今日です。吉田明逃亡の翌日取り残された三条公と直人親王。 八幡への誤行の要請があったんですねでこれに関しては、まあ、なんと言いますか、強制である、拉致であるという意見と、それから、まあ、あのそんな、恋いというんじゃなくて、あの安全のためにというような言い分もあるわけですけれども、まあ、これを考えても、私は個人的には、これ、もう、拉致だと、断りようないですね、選択肢はない。 このままでは身が危険ですから、警備の揃ってる八幡の方に来てくださいと。で、多分こんなこともあったんでしょうね。吉明さんもひどいですね。あなた方をほってらかして逃げるとは最低ですね。とか多分、難聴が言ったんでしょうね。あなた方このままじゃまずいですから、我々、楠の木正則と北畠明義がきっちりと皆様方を保護いたします。なんて来た日にゃ。 しかもそいつら軍勢を連れたわけであって、まあこの三条公を直人親王には選択肢ないですよね。だからこれは事実上の拉致であるというふうに思います。吉明が逃げた後に三条公と直人新郎が残されたら、それはまあ拉致しますよね。南朝からするとこれが一つの命図なんですよね。それに先立ち、実は皇后もどうやらこの運命をあらかじめ想定したようであって、 その前に、自明院党の伝来文書を党員金方に預けています。南朝、あるいは義昭、どちらかがそれなりに信頼できるんであるならば、多分ん黄は自分の手元に置いておいただろう要するに黄金は義昭の手たらくを見ていて、あこいつだめだと思ったんでしょうね。あこいつだめだと。基本的に義昭はもう南朝との和睦。 に前のめなわけですから、吉彰は味方ではない。南朝も味方ではない。だから党員金方、まあ、党員金方がどの程度信頼できるかっつうのは思うです、党員金方は少なくともこういう自民,自民党の伝来文書、軽々に南朝サイドや吉明サイドに引き渡すということはしないだろうと思ったんでしょうね。自民党の伝来文書というのは、結局、徴工同僚に関する、 文書群ですから、まあ、非常に重要ですね。現在、これ多くは伏見宮家に伝来しています。まあ一部は多分五光松の方にも行ったんでしょう、五光言にも行ったんでしょうけども、こちら五種開けてったんで、この時にこの伝来文書は大半焼けたというふうになりますんで、まあ、伏見宮家の方にの、伏見宮家も火事あったんですけども、まあ、その辺がぐちゃぐちゃと,なんとあの一部は残っているというわけですね、現在は。で、 3月、反撃に入った義明らは3月には入居しています。で、その時に三条公、それから直人親王、孫院、保津親王、黄金何人ですね、らを河、えー、内東場に連行していますが、この時に致命的なミスをやらかしたわけです。この嫌人を取り逃がした。これは嫌人を全く気にしてなかったら、そうわけじゃなくて、一生懸命探したみたいです。ところが嫌人を養育してた大木町家が、一足先に嫌人を あのお寺に隠したために、うまく、このイヤヒトは逃げることができたと。で、これが、南朝方にとっては、持致命的なミスなんですね。その後2ヶ月にわたって、岩静八幡宮で戦いは続きますが、5月には陥落して、五村上は、あの王に逃亡。で、あのに逃亡した五村上との間で、 この三条公直人親王の機関交渉が行われますが、失敗に終わります。つうか、私、これ逆にあの機関交渉をやったと言いますけども、一体何をあれにしたんだろうな、という気がしますね。一体全体何を交渉のネタにしたんだろうと。三条公を引き渡す代わりに、あ,のあなた方の言うことを全部聞きますとか、そういうことをやってたのかなという。 感じですよね。で、五黄金天皇のよりですけども、イヤヒ等の戦線に、えー、行きます。イヤヒ等戦争なんですけども、これには大きな問題がある。何かというと、三種の神器がない。三種の神器がない場合の皇位継承の洗礼としては、地点の君による上国の事断りというのがあるわけですが、 視天の君もいない。そこで考えた。視天の君っいうのは、これ、あの、制度外ですね。先例から言うたら、ものすごく結構優名元々もともとは天皇の父親、祖父、曽祖父、まあ、白河の場合、ご白河とかの場合、後鳥羽の場合、天皇の父親ではあっても、 天皇についたことのない人物がついた。これが後高倉院生ですね。天皇君を後高倉にしたと。五高倉っついうのは森貞親王、行女入道親王ですね。彼は天皇についたことないけども、地天皇君として御堀川天皇を擁立したと。で、ここで頭をひねった。抗議門院。この人を地天にすればいいんじゃないかと。これは、あの、弥彦王の祖母にあたりますね。 あの、公義門院は黄言と孔明の両上皇のえ海のえ母親です。御伏見院の中宮で、西園寺家から入ってます。一応天皇の直系尊属である。だから問題ないんだと。別に地天の君のルールブックにあの女性じゃダメだとか、女系じゃダメだとか書いてありますかと。書いてないでしょと。 というのが室町幕府の言い分ですよね。これに関して抗議門員は当初拒否するわけです。普通拒否しますよね。ただ逆に抗議門員がそれを拒否した。自分の息子を連れ去られてしまった幕府の不手際にかなりぶち切れてたとじゃあどうしたいのってなりますよねで。私は思ったのは、ここで下手に動いて天皇を立てて、後で何か帰ってきたらそれこそ面倒くさいでと。 それやったら最初から天皇を立てずに、しばらくの間、粘って、軍事で圧倒しておいて、条件交渉に入るということを、多分抗議門員らは考えてないかなと、私は思ってるんですね。これ、あのうくないからなかなかこういうのって、活字にはできないんですけども、抗議門員が拒否した理由については、まあ、なんとなく想像つくのは、だったらどうすんのというのは、要するに条件闘争に入ると。 文字的にもっと、ゴリゴリ言って。ところが、やっぱり幕府としては天皇が欲しい。だから、ここは、ネジアで言う朝廷サイドは天皇を急いで決めたら、なんかいろいろ逆にややこしくなるから、とりあえず天皇を立てずに、しばらくいようと。結局、九国同様の粘り強い説得によって、6月19日に承諾。ということは、もう、抗議文の言い分としたら、もう、こんだけで3ヶ月天皇折れへんわけですよね。ということは、 この3か月が半年、1年なっても仕方ないんじゃないかと。6月の取材をしてからも時間かかって、8月17日まで戦争できませんからね。ヒ人が減服して、あの実際にはここでイ人、ヒト、とかヒトがも、もちろんこの嫌人っていう名前は、この8月17日、減服した段階で初めてつけられている名前のはずです。で、ヒ人が減服して、えー、戦争、ご黄金天皇となってます。 ちなみに、まあ、話は難しいですけど、要するに、丸〇王というのは、これはもう、あのイヤヒト王と一般に言ってますけども、実際に彼は、王と一般に言ってますけども、実際に彼は、ヤヒトって名前ついたのは、この天皇になってからですね。皇族は、基本的に王をつけるということになってますので、まあ、弁義上の名前です。このヤヒト王というのは、あの、ひこ王とか、ヤヒト王というのは、いずれも弁上の名称です。ちなみに、ネットで時々、ひこひ親王とか言ってるレースがあるんですが、彼、のイヤヒトご皇后にしても、ご花園にしても、 彼らはあの両方とも親王宣言を受けてませんので、何々親王ということは一秒たりともありません。ご皇后の場合は、戦争と同時にイヤヒ人、名前だったんで、ご花園の場合は、戦争の後に元服してますから、若干、えー、その辺あれなんですけど、まあいずれにせよ、嫌人は元服同時に戦争してます。でこれは、まあ、あの死後、ご皇后天、ご皇言院という、えー、名称を、まあ、つけています。 当然ですわ。この6月19日か8月17日の、この間の流れの中で、こういう話がで動いているという情報は入ってたようで、8月8日には公言条項が出家してまいます。これに関しては、私はこういうことを考えてるんですけども、これ実は当院金方はなんでだと、びっくりしてますね。なぜだと。もしかしたら敵を欺くための,あの陽動作戦かと。 その場でとりあえず出家しておいて、で早く帰ってくるように敵を黙らかそうとしてるんじゃないかと言うんですけども、どうもそう言われではないですよね。出家して、で、スコにすべての楽曲を、本来、スコはあは黄金から琵琶の秘曲を受け取ることはなかったんですけども、直人死ぬのも出家に追い込まれたために、え直人のえ光景はなくなったために、黄金はようやくあのスコに琵琶の秘曲とかすべてをこう伝授したんですね。 それを終えて自分の身の回りに,のに 1, 1名だけつけられていた女房も返して、えー、完全に出家頓生のパターンに入ります。で、後に後村上も黄金と同じところに住むようになってあの割合2人で一緒に前奏の話を聞いたりとかいうことをしたみたいです。5年後、黄金は帰落しました。黄金は帰ってきたんですけども先に黄明は帰ってきたんですね。どうも光明は もう完全に落ち込んでいて、これ死なれたらものすごく後味悪いとことで、孔明王は2年目に帰ってきて、で、皇后も5年後に帰楽、で、世俗との関わりを断ち切ってしまって、帰ってきたときに、元から自分と親しい人間以外は参上してくるなというふうに命令を出しています。皇后の中宮であった人の父親とは、 しばらく悩んだらしいですけども、会うか会わないか、結局会ってますけども、基本的に彼はあのそういったごく一部の関係者のみを持ち、上昇工事で、えー、亡くなってます。実はあのこれ以降、京都あいは上昇工事などであの生活したんですけども、これ、南朝軍が入ってきた時にもう黄金の存在というのは全く誰も気にしてないですね。南朝さえどうも,もう黄金を拉致しても意味がないと。もう完全に寄捨て人となって、 存在価値というかあの、奪う価値もないし、で北朝鮮のもう皇后に関しては別に拉致っても別に噛めへんでというふうになって,なってやってるんですね。上昇工事に行く前には奈良の方に行ってます。で、この奈良に行った時に、太平記によると、奈良からさらにあのの方まで足を伸ばして、で、後村上天皇と面会しているというシーンがありますけども、これまあ,あの、太平記の最後の方の。 あの有名なエピソードなんですけども実際にはよしあ,のあのまで行ってないおそらく奈良あたりをこう参拝した時の話をおひれはひれをつけたんだろうとでそこで後村上に対して黄金がこう長々と戦争の虚しさ権力の虚しさそういったものをことうとうと語る、まあ、有名なシーンがあるんですけどもこれも黄金の実際の言葉であるのかどうかについては 公言関係の本ではは評価は分かれています私は多分太平記の作者の作文であって黄金の本心ではないと思ってます。黄金の本心かどうかは分からないと。で、最後はあの丹波の国の上昇工事。うん、ここはあれですね、もともと無人の寺やったのを手に入れて、自分の,、まあ、あの死に場所に決めたと。 孔明天皇はどこで亡くなったか分かっていません。が、大和の国の長谷寺で亡くなったという伝説があり、孔明も黄金も、いずれにせよ、五黄金及びその周辺、この五黄金とその周辺というのは足利義明のことも含めますね。要するに五黄金とその周辺、足利義明、二条義元、こういった人々から距離を取ってしまったと。逆に五黄金も黄金との関係はあまり良くなかったようで、例えば、楽器に関しては、 琵琶ではなくて、章に切り替えちゃうと。和歌も、強国派というのは、こ,この凶国派のこの過激な和歌というのは、非常に原癖が悪いということで、二条派に切り替わっていきます。で、この強国派の和歌というのは、その後忘れ去られてしまって、近代に入って再評価されるようになったということで、 このご黄金とそれから兄のスコウとの関係はその後の長い段階になるわけですけどもこの辺はあんまりあのそんなに言及されることは意外とないんですけど私はこれあのものすごくらく南北朝よりはご黄金とスコウの対立まあスコウのバックにいる黄金との対立っていうのは 実はあの室町時代の前半を非常に大きく揺るがしたもんであると、なんか五難町っていうけども、結局、その五難町もこの主皇と五皇がこじれた末の巻き込まれた五難町の反発じゃないかなと私は思ってます。皇義門院が、何ヶ月も天皇いないんだから、天皇いなくてもやっていけるんちゃうんと言ってたんですか。言ってないです <laughs> 私の想像です 実際、困ってなかったんですか調停サイドは、まあ。調停サイド、それは困るのは困ってると思いますよ。ものすごい困ってると思いますよ。<laughs> ただあの、ここで、あの抗議文員を地点にして、ご黄金を擁立するという契約に対しては、抗議文員が反対していると。とりあえず、抗議文員が賛成してくんないから、困ってる言うて、あの党員金方から、 いろいろ相談を受けて、こ教育道らが一生懸命、あのバサラ大名らが一生懸命、こう、説得したのね。朝廷も困ってるかもしれないけども、幕府の方がより困ってる。幕府というか、足利義昭はより困ってるんです。多分そうやと思います。軍事的には押してるんでしょ押してます。で、あと天皇がいないだけでしょうん。やっぱ困るんですか そこなんですよね朝廷の方は困ると思うんだけど多分朝廷としてはそこで下手にご黄金天皇を擁立したらもし黄金天皇帰ってきたらどうなるのかというかね黄金天皇の気持ち考えようぜとか弘起 <laughs> 門院からしたらその、えー、自分の孫にあたるや彦と主皇の関係というよりもその黄金のことを考えると黄金のプライドを考えると 多分向けなかったちゃんちゃうちゃんかなと思ったんですね。自分の子供ですよね。皇后いたらそうそう。まあ孫を立てるのはともかくとして、孫が帰ってきたら、皇后上皇はどうなるんだと。うん。で、皇后の計画では皇后息子直人親王というそういう動きで動いてるという話がもう,うそれで動き出してるわけですよね。それを。 まあ緊急事態とはいえ、全否定されると、黄金のプライド、いろいろとややこしい問題出てくると。一番いいシナリオは、黄金条項に帰ってきてもらって、黄金条項、スコーテン、スコーテンの復活さすんですかね。その難聴やったことを全否定するならば、けども、まあ、極端な話ったら、あの最悪。 両党を要するにもあの、要するに幕府があの、ここでは吉明サイドが軍事的に圧倒してる、要するにまあ6 3月の,あの戦いでかなり難聴、ま、弾撃を受けてますから、そこのところで、両党鉄律なり、何な,なりを持ちかけてということは考えられますよね。 なるほどね両党手術まで情報してもいいから、うん、黄金条項に帰ってきてもらおうと。吉明は多分、将平一つのは、もう両党手術じゃなくて、もう五村上一本でいくという話ですかね、これ多分。北朝サイドとしては、両党手術が最低限でしょうね。足利吉明もいい加減ですね。一旦は、北朝を否定しておきながら、やっぱり天皇、いるわ、出るときは北朝で。 行きんしょう、うん、南朝裏切りはしゃあないんだけどもあのまあこれ吉明を擁護するサイドから見たら要するに最初からもう南朝一本でいくから北朝はもう変わってる必要はないとやるん,だやるんでしょうけども、まあ、北朝サイドの立場から見たらそれ納得できないですよね。いや人はどうなんですかこの気持ちはこの人はもともと天皇になるようでかなかったわけでしょ。 た多分その門跡に入る予定です。出家コースですね。出家コースです。ということは、天皇とですね、教育も何も受けてないから、心構えなんかないですよね。ない,ないと思います。吉彰が、もう天皇どうしてもいるから、もうこの人しか残ってへんから、うん、もう原服前だから、まだ子供ですよね。まだ子供です十12歳か、すんやからな。なまあ、そんなに深くは分からないか、まだ。 まだまあ,ある程度分かるやろうけども多分もう門跡になるための,あのそういう教育を受けたんちゃうかなまあそれが突然天皇になることになったとしてい嫌人には選択権はないんですねないですねもう周りが君で行くしかないんだと言われてしまったらもうなるしかないと、うん、で割合この人熱心ですよね天皇の仕事に。 まあ多分維持とかいろいろあるんだろうけど、兄貴に対する、帰ってきた兄貴に、あのそこと時、帰ってきたときに、もう僕、天皇なんかやってらんないから、あの兄ちゃんに返すよというふうにはならないですね。す、うん、すごいあまねそういう手はあったんですね、黄金とスコーが帰ってきたときに。僕はたまたまそういう事情で、行為についてるけど、本来の筋ではないんだから。 父とは兄に返しますという選択はありえるわけですね。そうそうありますあります。だから兄貴にも息子いるわけだから、兄貴の中人親王に次の行為を譲るというのが本来のあるべき姿やったんでしょうね。スコーがそのあと言ってましたね。そうそう。俺の息子にこう譲れと。うん。もともとお前弟やんかと。うん。もともとああいうことがあったからこうなったけども。 黄金もあのその琵琶の秘曲とかすべてをスコウに伝授してるってうことはそのつもりなんでしょうねあれ寿命院島の跡継ぎはスコウやとうんでも京都に帰ってきてみたらそのまま五黄金は居座り続けるしで黄金とスコウが帰ってきて、まあ、天皇は五黄金でいいとして地点は誰がやるんですか結局黄金はそれを拒否しちゃったんですねどうやら 地点はややららないあのもう世俗との関係るに立っちゃって私はもうやりませんと。通行ンがいるけど通行員、光明院,院も結局伏見とかそちらの方に住んでてまあ,あの関わらないし通行はかからなかったんで結局ご黄金申請ですよねこれは。だから五小松が死んだ時にあの満載が。 このとにかくこのご皇后天皇とその子孫は幕府が無理に一生懸命お願いしたものだから、絶対に守り幕府は守り抜かなければならないというふうに言ってるシーンがあるのね。で、黄金は出家してしまったけれども、皇后もスコも、書労働か荘園は、皇后やスコが持ってるんですね。そうですね、皇后が持ってます、基本的には。皇金があのそのまま。 あの家領を管理してそれを素行に引き渡してるんで京都から拉致されたとかって皇位が御皇后に行ったとかそういうことは天皇家内部でそれを誰が持つかという財産の問題とは関係がないということなんですか多分けらされて行われてます、うん、幕府も多分その天皇家天皇家領をどこが持つべきかということに関して多分考えそこまでもうその辺はもう天皇同士でやってくれと こちらは御言天皇を擁立あくまで長江同僚がどこに行くかというのはそれは寿命院と内部の問題だと。うん、で、あの黄金は一応置き文を残してるんですよね。遺言状通か置き文を残していて、その後の行為の継承によって考えると。で、もし、あの、祖皇の子孫が継いだら、祖皇の子孫につけると。 でもし五皇后の子孫が殺されたらそれは五皇后の子孫につけると。で、両党哲律の場合は、スコが本流であるからスコにつけるとで。出家したのは、まだ五皇后が戦争する前なんですね。前ですね。それ直前ですね。戦争するだろうと分かった時点で、うん、だその時彼は河内にいたわけです。この頃は多分、 あのいたんじゃないかなかどちらかというと京都にはいないと、うん、南朝に拉致された状態で出家した<っ>黄金と巧明は出家したけど<っ>スコーは出家しないんですね。<laughs> スコーは出家しません。直人は出家しました。直人は皇太子は辞められちゃったんですね。そうです。辞めて多分黄金となる頃に出家してるはんですから。で そうか直人が出家しちゃったから、巣公が戻ったわけです、ね、そうです。着地の位置に。で、あの花園が持っていた所領は、そのまま一代限り、花園、その直人親王とその子孫、その王子までと定められてあの定められたんですね。室町院領とうんですけども。そうすると、皇后が出家して、寿命院頭内部の主導権争いは、須江上皇と御皇后天皇。 2> の二人が争うことになったと。そこですね。で、室町幕府は、もう五光を立てたんやから、五光を全面バックアップするしかないと。うん。うん、で、特に義昭が死んだと、細川秀幸が、そこが。幕府からちゃんと決めてくれと。五光を、じゃなくて、そこが、あれ、そこが。本来の。政治家が決めてくれというふうに。要求するの。どういう自信で <laughs>。そんな <laughs>。 <laughs> あの要求したんだろうと私は思うんですけどね、まあ、当然よりゆきはそれは天皇が決めることですとであの権限でこうは幕府がちゃんと決めてくださいそれは幕府に言わせたらそれは幕府はそのご公金と言ったことを押し通すじゃないかとで公金は丹波の山国の省へ行くのはもうこれは帰ってきてすぐに行っちゃうんですかいやあのー 母親が死んで吉野に行ってとか、ちょっとし,しばらくごそごそしてます。じゃあ、抗議門が亡くなってからのことそうです。あの、さらに、ご黄金が、あの、賞の勉強を始めちゃって、なんか、琵琶をやろうっ言うのは、なんか、ものすごい不祥不祥,武祥とか言ってますから、まあ、相当、ぶたれて始めたんでしょうね。で、そのうちに賞の練習を始めちゃったんで。あ美和は勉強せえへんと ビは一応やるけども、章を中心にすると。で、これ以降はですね、五黄金以降、天皇家はしばらく章を。しかし、調べたことなかったのは、卒かおない、5花のまでは章なんですよ。これね、皇金がね、帰ってきてね、はい、天皇家の家長は俺やと、五皇金黙れと、俺が血の君でやるんやと。そんなことはできないんですかね。 結局、帝臣と幕府があのもう五黄言に行っちゃってますから、二条下元が五黄言のがつかやってた教育派の和歌を不吉だ言うて捨て去るように動いたりとか、実は二条派の和歌っつうのは、大学寺党のものなんですね。大学時代々やってきたものは二条派なんですね。そううするととのの朝廷というのは 楽器は足利家に合わせてしまって和歌は大覚寺塔に合わせてしまって自明院塔の本来の楽器の琵琶と本来の和歌の京極派は捨てちゃったとそうです文化的には自明院塔を継承してないよとそうなんですねで財産ももろてない、うん、で不思議なのは財産いやこれあの黄金の文書における目録と 伏見の宮家が没収されたもの、目録を突きめるとほぼイコールなんですよ。ということはあの、義満が、須公が死んだ後に、義満が没収した土地が、あれが多分、自明院島のほぼ全てなんで、自明院島のうちの室町院領を除くものはほとんどそっち行ってたんで、ご黄厳天皇のとその子孫たちってどないして食うとったんやろうと思った多分あれ、幕府からの寄付やったんでしょうね。 あれ一種の不思議なんですよ。うん、どない人こいつら食うとったの多分たぶん、幕府。だからそれはまあ、そらスコウ死んだら全部募集するわなと。向き向き持っていくわなそらという感じですね。さすがに、スコーが生きている間は取り上げることは幕府としても、それは難しい。それはできないですやっぱり。ただ、スコーは、楽内には結局住まなかったですね。ずっと伏見に住み,住み続けて。一時あの室町に住んでたんですけどね。 え同志大学の付近の北の高寺室町に,てに住んでるんですね。で、その家庭、花の家庭というふうに言われてたんですけども、それまで,では室町さんという人は住んでて、あの家庭というのを、スコは住んでから花の御所に名前が変わって、やがてその花の御所は義満に取り上げられて、室町となったんですね。家庭から花の御所のまま。それが室町幕府の。 そうなんです。<laughs> 一旦スコーに献上されたので、それを取り上げて、ふさ <laughs> スコーは、ご不覚さ以来の伏見に戻っていったと。地点の君ですけど、合、はい、議門院が地点の君になるときに、これ一応、スコーや黄金の直系存続やと理屈はついてるんですね。まあ、直系存続ですね。<laughs> いい母親の方やけど <laughs>、うん。母親の方やけど、女系やけど。 地天の君は女系は認めないという、そんな、あの、<laughs> 天皇に関しては女系は認めないとなるかもしれないけど、地天の君に関しては女系である、女系はもう容認、容認と。うん、いや、この時のばっかやったらあの、天皇も女系でも容認してしまいかねない勢いですけどね。はっきり言って。たまたまおったからよかったけども、おらんかったらどない線路。つ <laughs> うか、せかふさがきっちり嫌い人持って行っちゃったら、 その時は抗議門院プランななのかな抗議問プランというのは、要するにあの抗議門院が考えたであろう、要するに当初拒否したのは、結局、多分抗議門院の、えー、あれではしばらく天皇は置かない、要するに軍事的に圧力をかけて、を引き出す返してもらう天皇君というのは、皇言が天皇君に返り咲けなかったというのは、やっぱり天皇家内の力関係だけなくて、支持者がいるんですね。 単に言うと幕府が多分あのもうあれやしもう黄金と多分幕府の関係も冷め切ったんちゃうかな吉秋らと黄金の関係もともと良くなかったし、うん、もう完全に崩れちゃってるから、うん、今更地点に帰ってもらってもと。うん、吉明としても嫌でしょうね最初の方に戻りますけども北畠一花房が。 裏切って戦い始めたとき、これ、南城には結構軍事力があったんですね。結構ありましたね。関東の方で勝ったら、新田、北条、上杉、連合軍が。勝、うん、ってすごい、高尾路、しんどったら違ってましたよね。で、これ、軍事的には圧倒的に高尾路じゃなくて、新田義興、北条時生、上杉憲明軍が数で勝ってたんです北畑近の普段は 非現実的なものではなかったということそうです賞賛はあったと、うん、ただ彼の一つの多分計算違いは高尾寺はここまであるとは思わなかった高尾寺もいい年になってますよねもう50いってますね1305年生まれでこの時あれがら40代後半ですね今もう当時とはいい年ですねでこの時駒倉には高尾寺と元尾寺がいたんです 元氏がいました、うん、これ、親子で頑張った、特に高氏がめちゃ頑張ったです高氏ですね、あの元氏まは子供ですから、元服したんです、高氏が孤軍奮闘したいことですかそうです。で、不利な状況を逆転した、うん。京都の方は、戦力的にはどうやったんですか京都の方は、まあ、義明が逃亡してるぐらいから、まあ、それなりにああの軍勢入ってるんですね。 こちらの方も南朝が勝つ可能性はあったと。北畠親房が、新法持統の武人権を引き渡せと言ってますよね。はい。これ、持統の武人権というのは、幕府が持ってる、あるいは将軍が持これ、誰が持ってるものを誰に渡すと言ってるんですかまあ、多分高氏が持ってるものを胸を親王に渡すと。征夷大将軍。はい、で高氏は征夷大将軍を罷免されたから、うん。 将軍が持っている武人権を次期将軍に渡せと、うん、こっちが任命した親王に渡せとそうそう。だからまあ、この段階での近藤さんの考えは、た分幕府の前施設がそういう復古ではなくて、要するに幕府政治的なその幕府の権限をすべてこちらに引き渡すと。幕府を潰してしまうんじゃなくて、幕府を南朝が乗っ取ってしまうということなんですね。そういう感じですね、多分 いやあのとりあえず征夷大将はその残してるしであのま征、あ、夷大将軍はあ尊氏を除くと50年から60年ぐらい親王がついてるのが普通であの宗隆親王以降はもう宗隆これあのこれ安、まあ、一旦皆もになってますけども、えー、久明森国で森吉で尾氏で 宗吉うんものすごくやっぱり本来あるべきと戻すべきだよとあそこ前あの森吉の後には成吉か成吉でえー、っと高尾寺で宗吉、うん、これは成体やっぱり聖体将軍は親王やるのは普通だよねみたいな <laughs> 幕府のトップは親王だよね朝廷の下に親王を将軍とする幕府があって、うん、その幕府が自頭の部人権も持って 武士たたちを治めたらいいと、うん、欧州とかあの西政府って九州ってそうですよね。あれもあの事実上そういうあのその武士たちのそういう恩賞とかそういったものはすべて吉野の直訴が禁止されてるんですよ。すべてあの現地の正々の将軍なり陳述将軍なりに訴え出るようになってるわけですね。 まあ実際は将軍子供やからあの将軍語りやからそのもとの執権である北畠明家その背後に力さあるいはあのそれの指揮のもとそういったものを行う引き付け衆や表情衆が担当すると。本当に最後の質問ですけど皇金がね出家してね、はい、無重の寺の上昇工事に行っちゃいますけど、はい、こういうのって朝廷としてねいやそれはやっぱり上皇ともあろう人が。 出家したとはいえ、そういう丹波の山奥のお寺に住むっていう、それはおかしいやろうと、そういう声は上がらないんですか多分勝手にしたらじゃないですかね <laughs>。そうですか。多分勝手にしたらという感じじゃないですかね。まあ、逆あれはありがたい <laughs>。室町幕府としても、ご皇金系統の朝廷にしても、うん、もう過去の人は、 そう OK、言ってくれれれたらそれはそはでいいわと、うん、父親だけど。うん、父親だけど、まあ、関係もよくないしあの揉めたしでもうご高言はご公言なりたいもう自立してるわけだっていつまでも親父ずらして出てこられるよりは丹波の山奥に引っ込んでくれたらそれはそれでいいと。うん、こういう人って珍しいですよね上皇で四天の君までなった人で。 自ら引き下がっていっちゃったという人ね、流されちゃった人はいるけど、うん、言葉みたいに、自らもえひ引き込んでしまった人は少、うん、ないかな、確かに。そういう点では、天皇勢は珍しい人生を送ったんですね、この皇后さんは。そうですね。うん、まあ幕府を滅びるときにはあの弓矢入やられて、大けがしてますし、うん、なかなかハードな人生ですよね。 自分の目の前で400人に一斉に腹切るとか <laughs>、まあなかなか厳しい人事をこだしてあります。皇后は。その皇ってまだ皇軍若いんですね。そうですね。まだあと21歳ちゃうかな。天皇というから年取った大人やというイメージがありましたけど、いやちゃんと年表を作ったらあれこの人20歳ぐらいで。 自分を支えてた幕府滅亡というとんでもない目にあってるんやんうん。そうすると20代から40代までの20年間ぐらいですよね。そうですね、うん。激動の人生を生きて。うん。多分ものすごく最後は十字自みたいですね。精神的には。上昇工事の生活が。そうそうそう。そこで修行に打ち込んで。 あの死ぬときには派手な人あの墓を作るなと、両方なんか作るなと、そこらに埋めとけと、その上にあの木が生え,て生えてはええわと、ただあの、地元の人が小さな祠とか建てる分にはそれ、そこまではいいと、京都の人間が朝廷がやってきて、なんかにぎにぎしくこう葬儀したりするのは許さんという、そういうことを自由に残してますね、死ぬ直前に。 よっぽど京都の,その朝廷が嫌だったんでしょうねというしか言えないで結果的に黄金の,の山国のみさぎというのは、私は行ったことないんですが、いや、見えないです、分からないです。あの途中であのやっぱりみささぎですから入れなかなったので。 坂の下からこう見上げるからで、もうそこに門があって、でその上にこうさらに門が見えてるんで、その先にあるんであの、ここからは全く見えないです。で、もう一つあれは、現在は一応、後の山国のみさぎと山国のみさぎに分けられてますけども、もともとは同じあの塩墳であって、多分、中では多分一緒だと思います。あの、な花図の天皇はそこに入ってるんで一緒に。皇后と一緒に入れてほしいと。そうそう。 私は思ってるのはあ,のあれは多分高金からしたらものすごい迷惑な話なんですけども南朝と戦ってるご花道としては南朝と戦い続けた黄金とともに自分はあるということかなと思ってるんですけどもまあもう一つはあの交流の,あの半衆院の三朝とそれからあの五高金流の深草北の三朝で揉めるという。 意見もあって久津利和さんはその言ってはれましてあそれはそうなのかなと思うんですけどいやそれやったら基本的には私はそれは深草北に入れるべきだとそっちがあ,のあれなんだから逆にあのスコーサイドをまあ静寂に認めったら半周囲の店けにイコー入れるんじゃなくてスコーを深草北の店けに改装してというふうにすべきじゃないかなと思うんですけどね。 であの実際には、その後は、こっちにはの一応、深草北に入ってるのかな、ちょっと忘れ,しれてしまった。で、阪州院は、まあ、分骨された、いろいろされてるから、ちょっとややこしいですね、阪州院の店だけハ五ゾ園の前後の着系の人たちは、深草十二丁寮の方に入ってますね。入っ,す入ってますねゴハ五ゾ園だけがなぜか、一、うん、人ポンと離れて。 黄金の方にいると。私多分ご花園は、あの自ら黄金になずられたんだろうけども、黄金からしたら迷惑だろうな <laughs> と。俺はそういうあれじゃないと。あまりにも死ぬ直前の心境が違いすぎますからね。黄金とご花園では。黄金、うん、はもうすべて悟り切って。俺が死んだら、もうあの一切の葬式なんかするなという人物に対して。ご花園は死ぬ直前まで。 薬を飲ませろとか <laughs> まだ死ねねえんだと <laughs>